羽なしコロギスは、バッタメコロギス科の昆虫。コロギスより小型で、成虫になっても羽を描く。体長15から18ミリメートル前後。メスは、オスより大きい。体は、赤みがかった、黒褐色、頭部から、前胸は、大色から、高褐色、足は、薄い赤褐色。前、中脚系説には、トゲが並ぶ。 このトゲは捕食行動の際用いる他派を綴る際、抱え込むようにして滑り止めの役目を果たす。後ろ足はあまり長くなく、もも節もあまり膨らまない。このため跳躍力はさして強くないが、危険を感じると跳躍した後素早く走って逃げる。頭部には非常に長い触覚を備え、複眼は黒色、単眼は退化している。羽も退化して、 完全になくなってしまっている。オスの腹部の横に小さなトゲ状の突起が並んでおり、後ろ足大切内側にある筋状の硬い部分と共に発音機の役割を果たす。産卵管は褐色で棒状。腹部とほぼ同じ長さで著しく髪型に向かって沿っている。北海道、本州、四国、九州、南西諸島。 平地からは高山帯までの紅葉樹林に生息し、特にブナカ樹木に依存する傾向が強い。コロギスが樹幹部を主な生息場所としているのに対し、本種は森林園よび森林小部の下草を主な生息場所としている。個体数もコロギスよりも多く自然度がある程度、高ければ不変種となる。昼間は自ら出した糸で綴り合わせた葉に潜み、 夜間這い出してきて行動する。雲の中にも同じように葉を綴って昼間その中に潜む種類がいるが、雲はコロギスのように葉を噛み切ることができないため、住居による区別は容易である。また、本種の糸には粘り気がない。主に動物質を食べるが、自分より小さな昆虫のほか地面で惹かれて死んだ虫なども食べる。また樹液や蜜や果実、油虫や、 貝殻虫ムシの排泄物など甘みのあるものを好んで摂取する。コロギスよりも若干捕食傾向は弱く、飼育下では動物質は乾燥飼料のみでも生育可能である。コロギスのように威嚇をすることはなく、危険を感じると跳躍後素早く走って逃げ、隙間があればコオロギのように潜り込んで隠れる。しかし手でつまんだりすると激しく抵抗し、噛みついてくる。 オスは歩き回りながら時々立ち止まって腹部脚部に備えた発音器を用いて発音し、メスの気配を感じると足で物を叩くようにして発音する。タッピングはメスも行い、お互いにタッピングを繰り返し交尾に至る。メスは産卵管を用いて、ブナカの朽ちた材に卵を一つずつ産みつける。幼虫は7から8月頃孵化し、 アシュレイ幼虫の少し手前まで成長して越冬する。地上の落ち葉や地面近くの葉を綴ってその中で冬の間を過ごす。羽根がないため成虫と幼虫の区別が紛らわしいが、幼虫は成虫と色彩が若干異なり赤みがなく灰色がかった色彩である。翌年4月頃活動を再開し、6月頃成虫になる。ありがとうございます。